こんにちは、阪急道場ユミヤさんです今日は当店にお越しの素敵なお客様を紹介したいと思いますアメリカからお越しのご家族です私最初お越しいただいた時にとっても驚いたんです当店の前の道ってとっても狭いんですが黒塗りの大型のベンツがドーンと来たんですね 何事かと思って外に出てみたらものすごいマッチョな男性とお嬢様それとお連れの女性がいらっしゃったんですしかも運転手と通訳付きですよスーツ着てねで私も何者なのかなーなんて思いながら普段と変わらず接客をしていたんですお嬢様も日本のアニメが好き。 ということで「鬼滅の刃」の T シャツを着てととっってても日本が好きななんだなぁと思っていました和やかに体験が進んでいったんですが最後の方に「当店の SNS にお客様の動画やお写真アップしてもいいですか?」ってお聞きしたところ「シュ話」って満面の笑みで返答してくださったんです。 それだけじゃなく、とても体験が気に入ったから、instagram をフォローするよと言ってくださったんです。そしたらですよ。そしたらなんと instagram のフォロワーが1693万人もいた方だったんですよ。東京の人口より多いですね。よくよくお聞きしたところ、ハリウッドスターのチャイニングテイタムさんだったんです。 すみません私は存じ上げていなかったのですが何でも今年2024年7月には Fly to the Moon の主演をされるそうです主演はあのスカーレット・ヨハンソンさんだそうですそんな大物にお越しいただけるとは本当に思ってもおりませんでした来年もまた来るね とおっしゃっていただいたので、今から来年が楽しみです。はい、この度はご来店誠にありがとうございました。